ルノー f t 1 7軽戦車は、フランスのルノーで開発された、軽戦車である。FT は、フランス語で、軽量を表す、フェブラトンナゲの略であるとされることも多いが、実際にはそれ、自体に意味はない、ルノー車内の識別記号であったらしい。ちなみにフランス語で、軽戦車は、チャーレジェと書く。車内レイアウト付近大戦車は、第一次世界大戦中に、 初めて登場したが、その中で FT-17 の設計は、各国の戦車に比べ最も革新的で、以降の戦車の基本型となった。FT-17 は、フランス戦車部隊の父と呼ばれる、ジャンバティスト・エティエンヌ将軍の構想から生まれた。本来は、鈍重なシュナイダー CA1 や、三車門突撃戦車を指揮、支援することが、開発目的であったが、 実際には、不評支援、自家共戦車として使われた。設計生産を担当した、ルノー社は、第一次世界大戦直前の1914年には、フランス国内で20%という第一のシェアを持つ、自動車メーカーであり、すでにタクシー製造などで大量受注の経験があった。FT-17 自体の設計にも、ルノー社の創業者であった、 ルイルノーが大きく注力したとも言われており、これらのことが革新的かつ安価で大量生産が可能な戦車を生み出した。それまでの車体に箱型の戦闘室を乗せる形ではなく、直角に組み合わせた装甲板で車体を構成するセミモノコック構造であった。横材となる間仕切りで戦闘室とエンジン室を分離し、これによってエンジンの騒音と熱気から乗員を解放した。 結果として、前方に操縦席、中間に砲塔と戦闘室、後方に隔壁で仕切られたエンジン室という現代戦車に通じる基本的なレイアウトを確立した。小型軽量な車体と幅広の履帯、前方に突き出た誘導輪、ボギー形式のサスペンションを備えることによって優れた機動性を備えており、良好な視界を得るために設けた。 全周旋回砲塔は単一の双方での360度の社会を確保した。戦車が全方位に回転できる砲塔を備えることは今日では当たり前になっているが、これは FT-17 で初めて採用されたものであった。プロトタイプは1917年2月に製作され、同年3月には150両の発注が行われた。製造は数社で行われ、 以降3800両以上が生産された。試作車と極初期型は一体鋳造された円錐台形の砲塔を持っていたが、量産型初期にはベルリエ社が製作したリベット接合の八角形の砲塔が搭載された。試料産型では試作型とは異なる形状の丸い鋳造砲塔になった。この丸砲塔搭載型は FT-18 とも呼ばれることがある。 ルノー FT の旋回砲塔は、砲塔内側に設置された取っ手を握って、人力旋回させるという操作法を採用している。アメリカ陸軍の FT-17FT-17 FT は、第一次世界大戦中の1918年5月31日の、レッツの森での戦闘を維人に、戦場で広く使われるようになった。大戦後、多くの国に輸出され、各国で、 最初の戦車として、飛行部隊を構成することになった。その後の紛争、ロシア革命、ロシア内戦、ポーランドソビエト戦争、第3次アフガン戦争、国境内戦、満州事変、スペイン内戦などでも使用された。第二次世界大戦でも、ポーランド侵攻時のポーランド軍や、フランス侵攻時のフランス軍、ユーゴスラビア侵攻時のユーゴスラビア王国軍、 冬戦争時のフィンランド軍などでも使われていた。フランス軍では2000両近くが警備部隊などに配備されていたが、その時にはすでに旧式化していた。フランスでドイツ軍に捕獲されたもののうち一部は後方部隊に配備されたり、走行列車に連結された無害者に搭載され、対毒パルチザン対策に当たった。また一部は砲塔を外され砲権引用の 砲兵トラクターとなった。不要になった砲塔は要塞などの資材に転用され、統治下として据え付けられた。1944年のパリ解放直前までパリ中東ドイツ軍によって市内警備任務に使用されていた。フィンランドでは34両を保有していて冬、戦争では固定統治下として使われていた。第一次世界大戦後、各国に輸出された FT-17 だが、日本でも1919 19年から1920年にかけて、大日本帝国陸軍が、マーク A ホイペット抽選車数量とともに、FT-17 を輸入した。輸入したうちには、弾痕が残る中古の車両も含まれていたという。おそらくこのうちの数量が、陸軍機兵学校にも分けられたと考えられ、そして1920年から、 陸軍機兵学校でも FT-17 の運用研究を開始し、それを参考に後に92式重装甲車が開発された。これらの輸入戦車を用い、日本初の戦車隊として1925年5月1日に福岡久留米に第一戦車隊が千葉の陸軍不評学校に不評学校戦車隊が同時に創設された。 さらに大量の中古の FT-17 の輸入計画も存在したが、陸軍技術本部による戦車国産化計画が認可されたため中止された。同年の戦車隊への配備時に FT-17 の武装を 6.5mm 改造3年式機関銃に換装して、1931年の満州事変の頃まで運用し続けた。 1930年には生産が進まない89式中戦車の間に合わせに FT-17 の後継であるルノー NC-27 軽戦車が重量輸入された。ルノー NC-27 の輸入後は運用側では先に輸入していた FT-17 との区別のために FT-17 をルノー高型戦車、ルノー NC-27 をルノーオツ型戦車と呼称した。 なお、海外の記述では日本が運用した FT-17 のことをタイプ79公型と非公式名称で呼称していることがある。79式は輸入年である後期2579年に由来する。満州事変では、百武春吉隊員率いる臨時派遣第一戦車隊にルノー FT-17 とルノー NC-27 が共に配属された。 FT-17 は実用速度は時速 4km 程度で非常に遅かったが、不評支援、自家強戦車としては問題なく日本軍の不評には心強い味方として頼りにされ好評だった。輸入部以外にも満州事変で法典軍閥からも2両以上を露覚した。1941年ドイツのユーゴスラビア侵攻の際に撃破された。 ユーゴスラビア軍の FT ケグレスインス。後方に通常型の FT も一部見える。FT-17 近代化回収型ソミュール戦車博物館不採用となったため、艦艇用マウントを使用し方を車体全端の搭載したものが試作された。別に 105mm、榴弾砲を後ろ向きに搭載したものが試作された。カナダ戦争博物館に展示される。 M1917 戦車展示される、ルスキーレノのレプリカ約41両の FT が、各国の博物館に現存している。フランス軍事博物館、ボービントン戦車博物館メリーランド州の、フォートジョージ・ジー・ミード博物館ブラジル陸軍が1921年に、装備した、車両アフガニスタンで発見された FT、FT-17YouTube。ありがとうございます。